皆さんこんにちは、唐揚げ春への大冒険でございます。はい、おなじみのナモレイ編集長です。今日だいぶ雰囲気変わった。怖いぞ。いつもです。何がのなんかもう強盗やん。毎日暑いですよ。ちょっとお腹減ってきましたね。ちょっとカーペン食べればちゃうねん、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 もう振りがちゃうねん。もう今日は俺の手よ。俺がもう考えてきたから。あ、すんません。はい、なんでそれを振らん。ごめんなさい。ちょっと R、俺の大事なここ、ほら、隠せ。あの体の一部。はい、ヘイ、はい、おい、あ、顔だ。おい、やっぱしっくりくるな。おい、忘れんのよ。今日やろう思ったんが、はいはいはい、カップラーメン、はい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 、ね、市販されてるカップラーメン、はい、みんなやっぱ自分の好きなやつあると思う。あ、そうですね、もう言われて、うん、カップラーメンどれが好き、はい、なんかおすすめトップ3、はい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 、自分が好きな、はい、トップ3を、もちろんそれトップ3やねんから、うまいカップラーメン、うまいカップラーメン、うまいカップラーメン、あ、おのおのな、もちろんそうですね、そのうまいトップ3を混ぜてみようやないかと。はい、うまいものとうまいものとうまいものを合わせたらめっちゃうまいものになる。あ、もう足し算しかないと。そう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 。なるほど。で、それを踏まえて、はい、踏まえてその好きなラーメンだから、はい、まあ、ワンチャンな、自分が選んだんが、はい、豚骨うまいもんこれ好きやね、はい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 、で醤油これうまいもんこれ好きやね、で塩これうまいもん好きやね、いやこれ3つあったら絶対まずなりやんって思うんやったらそれは書いてもいい。ああ、なるほど。もう味噌やったら味噌オンリーで味噌トップ3でもいいから、はいはい、はい、それはおのおの考えて混ぜるのを前提に自分の好きな、まあ、3つ、ああはい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 、カレーと味噌やったら合うんちゃうか、もう1個何しよう、あ、これそういえば、あ、豚骨のこれ、あ、シーフード塩、何でもこう辛いやつ持ってきてもいいし、担々麺持ってきてもいいし、はい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 、なし、まあまあ自分でその合わせることも想像して、で自分かつ自分も好きな、なるほど、やつを3つ用意する、はい、で3つ混ぜて試食する、あ、それが果たして美味しくなるのか、はい、で誰の一番な組み合わせが一番美味しいのかっていうのも、あ、そこでまた順位付けみたいな、順位付けの、じゃあ買いに行ってきます。行ってきます。よっしょ、はい、帰ってきました。帰ってきましたよ。ならもう出してる。普通じゃあ俺が振るからこう何買ってきたかなって出してくれるとかいう流れがこうあるやんか。いやもうもうしんどいよ。しんどい。もうすぐ胃袋。もうやめてまえ。いやいやいや。すぐ胃袋がポリポリ。やめてまえ。おー、なもんもやもう出した出した、はい、春日から、はい、何選んだか言うて、私がはい、もう、はい、終了。蒙古タンメン、はい、と和歌山の、豚骨醤油ですね、はい、でこれはもう絶対これもよけれないですよ、これ、博多豚骨、はい、和歌山の食うの、もうこれ大好きですよ。ある、はい、何選んだか、はい、私はですね、カップヌードル、カップヌードル味噌ですよね、はい、怖いすぎ、はい、味噌ヌードルと、はい、カレーヌードル、カレーヌードル、日清ゼミやないか、はい、で、はい、どん兵衛です、どん兵衛、ちょっと待て、はい、ちょっと待て、はい、カップラーメンやいうどんが入ってカップラーメン でも日清で揃えるのはすごいね。お前は日清で回しもんか。営業の方、はい、チョイスは、ただ僕、はい、大好き、シーフード。カップヌードルの中では僕、シーフード一番好き、はい。王道ですよね、これ。で、エースコックの豚骨。はい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 。豚骨ラーメン、カップの中ではこれが一番好きかな。あ、インスタントラーメン言われたらまたちょっと変わってくるかもしれんけど。まあでもこれが一番好き。で、やっぱカップラーメンの味噌といえばラオウ。やっぱ日清。これ出た時は、もう俺ら世代はこれね、結構大きなってからこれ発売されて。おお。衝撃的やったもんね、このカップラーメンでこのクオリティ、この味、この生麺っていうのもこれね、
パスタやったから。生なんすのこれ。生で食うんちゃうで。生麺が入ってるこれ。まあ作ってみたいと思います、はい、やってみましょう。皆さんもあの誰のが一番美味しそうか、はい、美味しいであろうかって予想もしてみてください。よっしゃ、できたね。できましたね。ちょっと仕上げやな。はい、仕上げ。あっち、あっち、ちょっとあっつ、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 触るなや。めっちゃ隣でもうこれあっつ。これをはいはいはい入れる。マジで、おお、入れました。で混ぜる。うわ、ちょっと待って、もうちょっと器がなかってさ、急遽ボールでやってるけどさ、ボールやからめっちゃ熱い。熱伝導熱伝導の鬼やで、入れる。これ熱そう。入れる。待って、味噌だけの汁めっちゃ熱い。汁あれ。よっしゃ、できたで。そなら、よし、これを試食。誰のんから行こう。誰のんから行こう。自分は最後に行こう。じゃあ、俺のんから行こう。ある人。いい人か。僕行っていい？はい、どうぞ。いただきます。お願いします。美味しいですか？どうですか？食うてみ。じゃあではちょっといただきます。麻婆さんのラーメン自分もいただきます。香りは美味しい絶対これ。食うた。ある。大丈夫。なんか塩ラーメンみたいな。なんかこれね、うん、俺の感想を言うと、ラオウの味噌をちょっとマイルドにして。はい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 。だからうまいっちゃうまい。食えるっちゃ食える。これでも食えるって言われてる。何やろ、喜んで食べる。味噌っていうのが嫌な人、味噌豚骨ぐらいでいいっていう人はいいかもしれない。うん、だからあっさりする。そう、うん、みんなもう次みんな取ろうか。はい、ある日の、はい、ちょっと待って、お前辛いねんなこれ。いやでもそんな言うほど、あああ箸借りていいかな。では次は、ほなもうあの、はい、選んだ人。では私からいきます。いただきます。これはもううまいっすよ。え、味噌なんだっけ？これね、あの、蒙古タメの味噌です、ね。あ、じゃあ、和歌山味噌よ。はい、で、和歌山も味噌。辛いのは俺は受け付けられるからね。え、これ、蒙古タメは普通のやつ？普通の。ああ。あの、北極とかちゃうんやな。そうそう、北極にしようかなと思ったんですよ。ただ、売り切れで。ああ。いや、よかった。いや、これ、じゃあ、僕らも食べようか。いただきます。あ、どうぞどうぞ。これちょっと怪しいぞ。ちょっと待って。これ俺やっちまったかな。これ怪しいぞ。あ、でもそんな辛さは辛くはないな。辛くはない。あ、辛くはないでしょ。え、なんか怪しいぞ。濃厚タンメンの味噌、味噌ですね。辛で、和歌山の味噌、味噌で、最後のが豚骨。醤油と、何豚骨？醤油豚骨やこれ。いや、普通の豚骨ですね。これただね、これね、ちょっと感想言うていいですか。うん、豚骨がすっごい邪魔してる。まずくもないし、おいしい。まあ、でも、ギリ食えるっちゃ食えるような。ただ、3つとも好きなんですけど、なんか混ぜたことによって複雑。これな、多分な、俺思うねんけど、うん、3つ目も味噌にした方が良かったんですよ。次、アルコン。あ、アルコンですね。辛
彼の隠し玉が入っとるの、はい、ね、もう汁が無いもう混ぜそばなってるやん汁がもうこんなすすりに吸ってます。ちょっとうどんとラーメンのコラボこれは初めてやね。ラーメンのみっていうのは分かるやん、ね、かまぼこも一人一個取ってください。あ、もうちょうど一個ずつある。ちょうどどれどれかまぼこな。ちょっと待って、やばい、いやもう嫌な予感しかせえへん。ちょっと待って、汁ほんまあらへん。汁がほんまない。これなんか初めちょっと箸でこう持った時に、もう持つ前になんかレジンかなんかで固めたみたいな。これはちょっと当たんな。ああ、それちょっとシュッシュッしてきて、ちょっと薄いできますわ。あるから食べていいよ。はい、ではいただきます。ちょっと麺の状態が維持できなくなってきたんでちょっとじゃあそのままもらおうか。どうぞどうぞ。ちょっと待ってよ、あるお前揚げ食えば。揚げ、うわ、あ、揚げがあるぞ。え、ちょっと全てのエキスを吸い込んだ揚げだ。そう、揚げ。どん兵衛といえばこのお揚げさんやん。ちょっとね、ちょっと雪をふかして。それが味がどうなって。でもカレーになってんの？なんかね、今食うたんすよ。めっちゃどん兵衛がすごい。なんかスープを。スープしてる。なんかめっちゃどん兵衛にする。置いてくるかな。どん兵衛のカレー味。ちょっといただいていいですか？いただきます。いただきます。ちょっと待って、もうカレーうどんやん、これ。絶対。100カレー、うん、味噌どこ行った？いや、コクが出てる。あ、でも深みがあるかな。深みがあるぞ。カレーうどんや。食えるわ、食えるわ。よく慕ってやる、このキツネを。あ、はいはいはい、はい、食います。いただきます。これちょっと食感的にもこれちょっと癖になるぞ。食うた、揚げどう、揚げ、揚げどう、カレー味揚げなってる。分からへんのこれ。なんかカレーがそんな染みてない。カレーは染みてない。なんかどん兵衛の汁あれなのかな。もともと揚げの染みてるやつはきついんかな。ああ、よく染み込ませます。何回手で絞ったやん。ややし、こんなパパンだ。Tシャツみたいな、これ。ちょっと、もうちょっと汁ちょうだい、それ。ちょ、お前、汁だけは飲んだら、お前、最後、お前、ほんまの混ぜそばなるやんけ。いや、汁がね、ちょっと入ってなかったんですよ。あ、汁の味見？そう、味見で。これどうもやっぱ深みがやっぱ出てるような気はするんやけど、なんかカレーが一切入ってこおへん、この揚げど、揚げどしちゃう。揚げど、揚げこれ隠し味に味噌入れたら多分うまいね、これ。あれ成功した、これうまいな。で一つこれで、うどんの出汁でまたコクが出てる。あー、これは思ってなかった。狙った。いや、狙ってるとまずいと思ってた。でもカレーやろ、味噌やろ、だしやろ、最高やん。うまいでしかないやん、よう考えたら。ちゅうことは俺の一番怪しい。自分以外の人に指を刺す、どれが美味しいか。あ、はいはいはい、それで決めましょう。あ、それで勝敗を、はい、まあ、せーのでいきます。ああ、で、いきます。せーの。私麺2秒で、これ意外とうまかった。そうです、もう誰も指刺されなかったこれ。いや、まあ、いや俺はもう想像できたから。ああ、これはうまかった。これ言うたよね、まあ、これだしの味がそうそうそう、ちゃんと効いて、ほとんどよりあるんだ。ただ俺個人的にはもうこっち。個人的に俺カレーそんな好きじゃないから。ああ、これも美味しかったです。あ、想定内のうまさ。そうそうそう、ただこっちは俺想定外のうまさ。新たなうまさ。新たなうまさ。こんな感じで意外といけるという結果に
しかなりました。美味しかった。まあ皆さんもよかったらまあまあ3つ混ぜたらね、こんなタイプしかね、あの3玉とかなかなか食えないんでちょうどまあまあ2人とかでね3つ合わせてとかをやってみてもいいかなと。そうですね、大食いの人はあのどんどんオリジナルブレンドをやってみてください、はい、で、なんかいいブレンド見つけたっていう人はあのコメントください。ぜひお願いします。じゃあもう締めて、はい、この動画がもしよかったなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。